人類最古のビジネスは売春であったって。<laughs> 平均より上でないと辛い感じがしちゃう。ジョージア州エモリー大学行われたですね、公平実験っていうのの,の話です。このエモリー大学は霊長類のです、ね、研究で有名で,で、オマキザルっていう猿の仲間で人間にすごく近いグループを作ってる生物なんですね。実験自体がすごく壮大ですね。猿の社会に。貨幣を与えたんです。人間が手の上に乗っている トークンと呼ばれるアルミニウムでできた銀色の板が貨幣です。真ん中に穴が開いています。オナガザルが来た時にいろんな果物と交換してあげたんですね。そうすると、オナガザルはあっという間にその貨幣という概念を理解して、最初トークン1枚でリンゴ1切れ、あとブドウ1粒という交換率でやってたんですけども、時間を決めてバーゲンセールというのをやったんですね。つまりトークン1枚でリンゴが2切れもらえるというふうなことを始めたら、 あっという間にですね、お腹猿はそのリンゴを配るところに列をなしてですね、<laughs> そしてリンゴばっかり欲しがると。トークンの交換率が違うことによって損得感情というのが分かってくる。だん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 ,だんレベルを上げていきました。猿はですね、貨幣の意味を理解してですね、ついにビジネスまで始めました。研究者がですね、驚いたことに、オスの猿がですね、メスの猿に交尾しようとして近づくと、 メスの猿はそれを拒否して、オスの猿が持っているトークンを見たんですね。そうすると、オスの猿はメス猿にトークンを渡して、セックスさせてもらうってですね、やはり人類最古のビジネスは売春であったというのをですね、実験したんですよ。メス猿はトークンを受け取ると、すぐにブドウを購入し、そのブドウの列に並んだそうなんですけども。で、あとですね、 そのキュウリも出してたんですよ。で、そのスライスしたキュウリので、ちょっとアルミっぽい色に光って見えるのでですね、一生懸命噛んで真ん中に穴を開けて、偽造貨幣を作ろうとする猿も現れたということですね。<laughs> 偽金作りまで始まってしまったというですね。このオナガザルの実験によってこれまで、これは人類特有だと思われたような行為っていうのは、そのオナガザルの社会でもあっという間に入る。ただし、 これをやってしまうと、オナガザルの社会はすごい勢いで崩壊したそうです。つまり、野生のオナガザルの社会性という風なものが、この貨幣という概念が一つ入ったことで崩れていって、オスとメスとが互いに交尾相手を見つけるのもうまくいかなくなって、社会性というのは崩壊していった。なんかなかなか面白いことが言われてます。今回話すのはですね、その中での不公平実験というやつです。2匹で1組のペアに組ませるんですね。1匹ずつに 違う条件を与える。例えば、両方にですね、トークン1枚を持ってくると、そのためにキュウリを与える。そうすると、おまきざるは喜んでキュウリを食べる。キュウリも好物というわけではないですけど、おやつとして美味しいから、キュウリパク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 って食べるんですよ。でも、もっと好きなのがあって、一番好きなのはブドウなんですね。またトークン持ってきた時に、カップルのおまきざるに、ブドウ一つずつあげる。喜んで食べる。さあ、ここからが実験です。では、 一方にだけぶどうを与えて、もうおまき猿はですね、ぶどうをもらった方が喜んで食べるんですけども、きゅうりをもらったおまき猿はですね、すごく不思議そうな顔をするんですね。もう一回その人間の方にですね、手を出して、俺にもぶどうをくれっていうふうに言うんです。でもらえないと。そうすると、どん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 ストレスが溜まってきてですね、何かこう不思議な行動を始めるんです。でそれを何回も何回も続けるんですよ。一日に何回かおまき猿にはトークンが与えられる。 そのトークンですね。貨幣を持って交換に行くと、自分とペアのやつはいつもブドウがもらえて、自分はいつもキュウリしかもらえない。ついにストレスが溜まったおまキざるはですね、キュウリの受け取りを拒否するんですね。不思議なんですよ。両方ともキュウリもらった時は喜んでキュウリ食べてる。だからキュウリが嫌いなわけじゃないんですよ。 そうじゃなくて自分だけがキュウリがもらえないということで,ですね。怒って人間の顔にですね、キュウリを叩きつけたんですね。俺公平に扱ってくれないんだったら、こんなキュウリなんかいらないよっていうふうに、すごい人間っぽいことを始めてしまう。これによって、霊長類、猿にも公平という概念、次に公平が破られた時の怒りみたいなものがあるっていうのがわかる。これがですね、ノーフェア実験です。 まるで人間みたいなんですけども、猿と人とはやはり違うんですね。何が違うのかっていうと、二つ違います。一つ、猿は目の前の結果だけで起こる。二つ目。 猿は自分が損をしたことに起こるんですけども、得をしたものが罰せられても別に起こらない。これが違うんですね。一つずつ説明します。一つ目のですね、猿は目の前の結果で起こる。これ不公平実験で分かったんですけども、小巻猿の実験は目の前の相手がブドウをもらって自分がキュウリをもらったから起こったんですけども、これが何十匹という猿の中で、あるものはブドウをもらって、 で、あるものは給料をもらってだったら、ここまで極端な反応は出なかったんですね。それはどういうことかっていうと、みんなっていう概念がないんです。目の前の結果だけがはっきりわかるように。だからペアを組まされたんですね。なんでかっていうと、ホモサピエンスの進化というのはいつ頃にあったのかっていうと、ホモサピエンス種として固定して、言語を持って僕らみたいなものになったのって、割と新しくて、7万年から8万年ぐらい前の昔というふうに言われて、それの結果は何かっていうと、抽象概念の共有というのは初めた。例えば、 国家であったり、俺たちっていう言い方でもそうですし、えー、うちの学校でも何でもいいですし、日本人でもいいです。そういうですね、概念の共有というのを始めたのが、ほんの7万年前で、こっからものすごい勢いで他の生物を駆逐し出したんですね。つまりこれがホモサピエンスの誕生きっかけというふうに言っていいと。僕らが思っているより、歴史はです思い切り浅いんで。民族とか神様を作ることによって、会ったことのないような群れでも自分たちだというふうに同一視できる。 どういうことかっていうと、例えばネアンデルタール人とかです。他の人類っていうのは、一つの群れの人数の上限が100人だか150人ぐらいなんで、それ以上の数になってくると、我々っていうふうに共有できない。ところが、ホモサピエンスに限ってはもっと大きい人数、200人、300人、400人というですね、覚えきれない顔の数の人数でもですね、我々というふうに考えることができると。なので、 例えば、遠く離れた群れ同士でも物を交換できたりですね、国家というすごいでかい集団を作ったりですね、100人以上を使った狩りとかができるんですね。他の生物に対してですね、すごい有利な位置に立てたいるですね、チームのために死ねるとかですね、民主主義のために死ねる、正義のために死ねるとか、こういう活動ができるようになった。これがホモサピエンスの強さなんですね。その代償として、みんなっていう概念がわかってしまったら、みんなと比べてっていうのがわかっちゃったんです。 オマキザルの実験は、目の前のやつはブドウをもらったのに、俺はキュウリっていう風にしか悩まないんですねメスの取り合いしてる時に、目の前の猿に負けて、俺はこのメスザルから振られたこれはわかるんですけども、みんな彼女ザルいるのに、俺この年になっても彼女ザルいないなんて、こんな悩みをオマキザルは持たないんですねみんなっていう抽象概念がないかなんですよ男ってっていう抽象概念もないから、神道さんみたいなのは持たないんですね平均というのを考えてしまうようになって、人類は で、同時にですね、平均より上でないと辛い感じがしちゃうと。人類は、そのみんなという概念があって、で、俺たちとかグループとか仲間っていうのが分かったんですけども、それのおかげで自分は仲間の中でどの辺にいるのかっていうようなことで、 平均以上じゃなきゃ苦しいから、大半の人は苦しむことになってしまった。こういう代償を受け取ってしまう。これが一つ目の猿と人との差です。二つ目、マキザルはですね、得をしたもの、ずるいものって言ってもいいですがですね、罰せられても別に喜ばない。シャーデン・フロイドがわからないわけですね。あくまで自分が騒音したことだけに起こるんですよ。不公平に得をした感じがするというものに対して、そいつが罰を受けたら喜ぶ。これが今回のテーマ、シャーデン・フロイデです。 登録登録、お願いします。